会社をシーズム代表取締役本名は桃地雄介特にカプコンのストリートファイターシリーズで知られている。カプコンカップ2014やエボ2015のウルトラストリートファイター4で優勝した。2010年に開催されたストリートファイター4のスーパーバトルオペラでは日本人選手 RF と会員デビューとともに組んだ3人チームで優勝した。 エボ2011の最終予選の一つであるシャドール、ショーダウンでは2位となった。2011年に、プロの e スポーツチームエビル・ジーニアスと契約し、チョコブランカなどと共に活動を開始した。2012年、ストリートファイター25ス、アニバーサリーグランドファイナルズ4ストリートファイター3、サードストライク、オンラインエディション、ストリートファイター、X テッケンスーパーストリートファイター4。 アーケードエディション V2012 のイギリス予選で優勝した。その後、ストリートファイター25ス、アニバーサリーグランドファイナルズのそれぞれのトーナメントで3位、5位、7位を獲得する。2014年に、サウスイーストアジアメジャーで優勝し、同じ日本人選手であるカズノコを破り、カプコンカップへの出場権を獲得した。エボ2014では、 ウルトラストリートファイター4において7位となった。2014年のカプコンカップでは優勝した。この優勝により、2015年のカプコンカップでは予選1位となった。2017年1月1日に契約が終了するまでエビル・ジーニアスでプレイしていたが、元 EG のチームメイトであるジャスティン・ウォンやトキドと、ほぼ同時期にエコーフォックスと契約した。プロゲーマーになる前は、 ホテルマンとして働いていた。妻はプロゲーマーのチョコブランカ。ありがとうございます。